こんばんは。こんばんは。昨日と一昨日はちょっとできなくて申し訳なかったです。そういう。そう、あの舞台に出演することが決まりました。イエイ。日程は、5月の3日から6日までですかね。新宿村であります。あ、7日までか。皆さん見に来てくれますか？まあ役とかについては明日詳細が出るのかな。明日出ると思うんですけど、ちょっと楽しみにしてってほしい。あ、全然これはオーディションはこれじゃないですけど、ゴールデンウィークは見に来てくださると嬉しいです。他の出演者は多分そのツイッターにあると思う。この私が出る舞台のツイッターに多分リツイートされてる人が出る人かな。でも私も楽しみです。すごい今日は顔は出さない。
舞台の髪型は昨日上げてたやつ、あの上げてた写真が多分舞台のビジュアルのこれかな。ポニーテール、そうポニーテールみたいなの、やります。洗濯機回してる、あら洗濯機に移するかも。引っ越ししてね、めっちゃ綺麗じゃないからね、なんならまだ全然汚いんで、汚いとか言いたくないんですけど、散らかってるっていうか散らかっておるんで、こうなんかさ散らかりすぎてるってさ片付けなきゃおきんくない？それ私だけですかね。あった、あったでもね、土曜日までにはもう完璧に綺麗にしたいっすね。あ、今は普通になんかさっき TVer 見てたから TVer を流してます。明かりが見せられないよ。まあだから4月はすごいなんかパタパタしてそう、パタパタしそうでだなと思って、ちょっと
いや、花粉症じゃないリラ、目かゆくないし、鼻はたまにピーピーするけど、なんか花粉症の人の話聞いてたらめっちゃ辛そうだけど、リラ辛くないから。花粉症じゃないランリーは。ねえ、レイちゃん卒業発表してたね。なんかやっぱみんなどんどん辞めていくなと思って悲しいね。やっぱほんとアイドルってなんか思いますよね。5月、5月でもさ、あっという間だよね、きっと。レイちゃんがお披露目の時一緒にいたっけ？覚えてない でもね、もうなんか12歳とかじゃなかったっけ、れいちゃんって。なんかさ、ちっちゃかった。ちっちゃかったのにもう気づけば高校卒業とかって早いよね。駅あったかいの嬉しい。21度、だんだんと冬が終わっていってますかね。なんかでもレイちゃんってさ、なんかほんと顔だけ見たらさ、私自分より年上なんだろうなって思う。顔だけ見たらね、なんか仕草とかなんかそういうの見てたら、あ、なんか高校生なんだなってわかるけど、なんかほんとお顔だけ見たらなんか大人びすぎて、すごい綺麗なお顔してるよね。私結構女の子の
お顔とか見るの大好きなんで。とても綺麗なお顔してるなって。ずっと思ってた。もうエイトも今4人卒業発表してるっけ。じゃないっけ。浜の卒業公演は見に行くと決めてるので、浜の卒業公演が8だったらいいな。そういうのは同い年ですね。まだ同い年じゃないけど、同い年ですね。WBC って野球だよね。野球全然わかんないんだよね。ランリーのお知らせ語がとてもいいなよとした。悪い方向かと思った。サッカーはね、サッカーは好きだけど、野球はどうだろう。野球はどうでしょうかね。野球ってなんか分かんない。でもサッカーはサッカーでもさ、日本代表が戦ってる ああいうのが好きだったから、なんかその人はあんま分かってない。超によかけど、すごいサッカーはめちゃ盛り上がったね。でもさ、私のお知らせでさ、なんか怖いはあんまなくない。だって卒業しますとかじゃないし、
大谷選手はお名前だけ分かる、顔も分かるか。なんかさ、自分の好きなことでさ、そんなにさ、生涯年収をさ得られるってすごいですよね。なんか二刀流みたいなのを聞いたことあるけど、あんまりちゃんと分かんない。なんか私、誰かに連れてかれたりとかしたらハマるかもしれないけど、なんか自分からはあんま行かないからさ、そういうの見たりとか。ないから、あれかな。なんか本当す、なんかみんなが大谷選手の名前って言うからすごいんだなってことだけは分かります。でも一回さ、野球は見に行ったけど、去年なんか楽しかった。すごいどころやないよ、神様だよ。そうなんだ、イチロー選手的な。バスケ浜に誘われてないよ、イラじゃないよそれ。野球は見に行こうって誘われたけど、バスケは大昔とかなら誘われたかも。バスケ見に行かんって。沖縄はね、琉球ゴールデンキングスっていうバスケチームがあるから、結構バスケ人口は高いと思います。いや、そんな昔に何生まれておらぬ。わかんない、もう全然わかんない。あのね、野球ほんと全くわかんないんだけど、とりあえずすごいんだね。あ、洗濯終わった。
ランリーは平成14年生まれですね。よし、眉毛イジイジしてたんだけど、眉毛イジイジ完了した。ねえ、このさ、ウェルカムコメントってのがあるんだけどさ、なんだろうこれ。あ、こういうことか、ウェルカムコメントって。見えてる？ランリーだよーんって書いてるの。どこにコメント、コメント、あれ、ウェルカムコメントってどこに出るんだろう、わかんない。私さ、本当思うんだけどさ、綿棒がないと生きられない人間でさ、ちょっと最近ね、赤ちゃん本舗に行ったんですよ。ね、赤ちゃん本舗にね、私のお気に入りの綿棒があるの。なんか今までで使ってきた綿棒の中でなんか一番好きな綿棒があるんだけど、それを買いに最近赤ちゃん本舗に行った。めっちゃ買った綿棒。その綿棒が好きすぎて、なんか綿棒使いすぎると良くないよってよく言われるんですけど、なんか分かってる、それは分かってるけど、でも私その綿棒が好きすぎて、そう、え、違うの、なんかとにかく細いの、この綿棒がもうとにかく細くて、胎児の赤ちゃんとかが使うような超極細綿棒を使っておるんですけど、私が、そう、その綿棒がね、一番なんかいいねと私は思って、綿棒がなくなったらわざわざ赤ちゃん本舗まで行ってるっていう。ネット通販でも売ってんのかな、赤ちゃん本舗の綿棒。でも結局さ、なんか送料とかかかるってなったらさ、なんか買いに行っても通販で買っても買わないから、私買いに行っちゃうんだよね、そういう時。なんか重くなければ、なんか洗剤とかはもうアマゾンとかで結構一気にバーって買っちゃうけど、届けてくれるし、
まあ、洗剤って重いし、なんかそれこまごましたものとかなんか送ってもらってもなんか逆に大変じゃん。なんか住所剥がしたりとかしたりとか、なんかこう袋をさちょっと言ったりとか、前もね最悪行けなくなったら通販で買えるということで。ランリー舞台出演おめでとう、ありがとう。みんな見に来てね。でもアマゾンは結構私はありがたいことにめちゃいっぱい使ってます。そうアクションありらしいです。てかさ、なんか今さ目のさ二重幅がおかしいんだよね。リラなんで。でも本当言っとくけど、マジリラは花粉症じゃないからさ、そこだけはみんな知ってて、リラは花粉症じゃない。アマゾンもさマジで便利だよね。超便利だと思う。アマゾンも最近アマゾンで爆買いしたもん、いろいろ。でもやっぱりアマゾンで初めて買うものは買わないようにしてる。なんかいつも買ってるやつ、例えば洗剤とかファブリーズとか、なんかボディーソープとかシャンプーとか、なんか通販ってさやっぱりさ分かんないからさ届いてみないと。なんか通販って私がっかりすることが多いんですよ。何これみたいな。がっかりしちゃうことが多いから買わない。基本的に一度使ったことあるものしか。アクションは今までにやったことはありますよ。マジムリ学園、マジムリ学園でねっていう舞台をやった時に、盾を、竹刀を持ったで盾をずっと打ってました。盾ってさ楽しいけどさめちゃむずいよな。あれまたダンスとはとかとは違うし、
難しいよね。7回見に行ったのマジ無理。もう完璧じゃん。じゃあリルの舞台もいっぱい見に来てね。そうタイミングも違うし、とりあえず立てて、ね、難しいよね。また冷蔵庫がなんか言うとる。そう、なんといってもゴールデンウィーク中だから本当毎日は毎日連休。チケットは3月17日からの発売らしい、らしいです。詳細がなんかちゃんと分かってない。これは売り切れたら終了なんじゃない、わかんないけど。でもあんまり舞台って売り切れるとかは なさそう。なんかわかんない。千秋楽と初日は結構売り切れたりすると思うけど、なんか中間とかはあんまりどうなんだろう、わかんないけど疑問はある気がする。まあ大きい舞台はね、そうだね。なんかグッズとかも販売されると思うので、こちらも お楽しみにという感じで。225席らしいです。もう立ちではないと思うから、もうキャパ的には200ぐらいじゃないですかね。
今日もまかないです。じゃがりこしか食べてないんだけど持つかな。あ、ここにしっとりチョコがある。しっとりチョコ食べよう。マヨケンマグがお菓子しか食べてない。主食がお菓子になってる。やばい。なんかさっきじゃがりこ食べた。なんかお菓子ってさ、ご飯よりもさ、なんか手軽に食べれちゃうからさ。なんか便利だなって思う。めっちゃでもお菓子って便利だな。やばい。でもなんかさ、わかんない、リラが思ってるだけなのかもしれないけどさ、なんか顔あんまむくまなくなった。なんかなんだろう、気のせいかな。なんでいいの、気のせいかも知らんけど、なんか めっちゃさ顔むくんでるのとかさ、すごい悩みだったんだけどさ、今日も顔むくんでるしみたいな。なんかあんまり顔むくんでる感ない、最近。なんかさ、それこそ最近舞台のビジュアル撮影に行った時さ、なんか私の家の電気って基本的にオレンジだから、なんかオレンジだし、鏡もなんかめっちゃ毛穴とか鮮明に見える鏡じゃないから、なんか普通の鏡だからさ、なんかそこまでなんかいつもは見慣れてる風景って感じで、大して何も思わなかったんだけどさ、なんかそのビジュアル撮影のメイクするときに、なんか そこめっちゃ鏡明るくて、鏡じゃない、電気明るくて、なんか鏡もめっちゃ毛穴とかが見えそうな感じの鏡だったんだけど、なんかあれ自分って顔あんま丸くないんじゃねみたいな思って、その時。いや丸いよ、なんか丸いけど、なんか自分が昔から思ってたほどよりかは
なんか普通じゃんって思って、ただ綺麗じゃないよ、なんかシミなのかほっくらなのかわかんないけど、なんか取りたいところが3箇所ある。ランリーが欲しいのはエクボとエクボ欲しい。エクボと涙袋欲しかった。なんか涙袋ある子って可愛くない？なんかちょんちょんぐらいのなんか涙袋欲しかったです。だって7時になったらさ TikTok あげたいからさ、7時になったら7時だよって言ってリラも覚えるようにするから。何したら永遠にせよなら整形とか、でくしゃみでそう。失礼しました。なんかさ整形、なんかさ整形について思うんだけどさ、なんか整形なんて当たり前じゃないと思うんだよ今。なんかでもさみんなが思うさ整形のさ範囲というか整形の基準ってなんかどこからなんだろうって感じだよね。だってさ二重にするのもさ、私は整形とは思ってない。二重にするの整形のくくりっちゃ整形のくくりだけどさ、でもまあもう埋没なんて、あ二重にするのね、なんてもう当たり前じゃないみたいな。なんか明らかに整形しました私みたいなさ顔が嫌いなんかな、みんなって。やっぱりでもさたまにいるよね、なんか整形前の方が可愛かったみたいな子とか、なんで整形したのみたいな女の子とかもさたまに考えることはある。私は整形反対派じゃないからあんまり、あ、まあ、やるところにやるけどね。だって私も脂肪吸引とかしたいもん顔の肉落としたいよ。しないけど。なんか顔の肉だけ永遠にコンプレックス。
お腹は別にどうでもいい。顔の脂肪吸引さ、ダウンタイムえぐいっていうの。なんか自分の顔見るだけで精神的に来るみたいな感じのイメージはある。まあでも替えの肉はもう少ししたら落ちるっていうし、うん。あとリラの悩み、マジで写真写りが悪い。本当にこれずっとマジでリラって写真写り悪いんだよね。もう壊滅的に写真写り悪くて本当嫌だな。リラの壁写は安定してた。あ、違うの、あのね、一眼で撮るとなんかちゃんとしたカメラで撮ると大丈夫なの。なんか iPhone のカメラとか、なんか加工アプリ、まあ、私あんま加工するの好きじゃないから加工しないけど、なんか加工アプリとかでなんか撮ってる時の顔とかがマジでもうほんと写真写り悪いの。私それがなんかすごいね、悩みでもありますね。なんかほんと顔の肉さえどうにかなってくれればいいなっていう話ですね。ほい、あ、そろそろ7時になる。 TikTok あげよう。
あやばい、そう TikTok あげるんだ。TikTok 頑張りたいなっていう気持ち。今抜けた。何が個人情報？あ、TikTok。まだな、まだ買ってない。上限って何？乗っけた。見て、ツインテールした。ハーフツインしたから見て。ああ、上限ってそういうことね。3ギガ、ギガ数の話ね。見れないかな、まだ。レビュー中だ。踊ってみたとかもね。ごめんなさい、うるさかった。TikTok 見れましたか？うん、ガン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 。アンディがそろそろ終わらなきゃいけないぞ。マジ帰ってきたら家片付けよう。いいねしてね。あと舞台の
ツイート、まだいいねリツイート、うん、うるさいうるさい。いいねとかリツイートしてない方は拡散してくださると嬉しいです。もう拡散すればしてくれればしてくれる分だけランリーは喜びます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。めっちゃさ、TikTok の音源可愛くない？なんかずっと聴いてる、その歌可愛いと思って。なんとかかんとか、寒い、家が寒い。やってないよ。でもどこにも載せてないはず。よいしょ。やばい、机にさペットボトルがさ1,2,3,4,5,6,7,8,9 本あるんだけど、やばい。その中で飲みかけのペットボトルは2個だけ、あとは全部飲んだペットボトルしてなきゃ。なんかさ、引っ越してからさ、なんかこの前はさ、なんかいつでも捨てに行けたの、ゴミを。なんかどんなに深夜でも、どんなに早朝でも、どんなに真っ昼間でもなんか捨てに行けたんだけど、なんか引っ越してからなんか曜日が決まってて、捨てる曜日がもうめんどくさいじゃん、そんなの。そんなのさ、めんどくさいじゃん。だからさ、嫌なんだよね。なんかやっぱさ、捨てたいタイミングでさ、違う、なんか前の家に慣れすぎて、なんか、うん、いつでも捨てに行けるからいっかみたいな。いやでもちゃんとあれだよ、ペットボトルはあのまとめている、いつも。じゃあまださ、段ボールがさ1個片付けたんだけど、段ボール 1,2,3,4,4つあるの、まだ段ボールが。だからさ、ダンボールを早くパパッと片付けて、いやもう1個は賞味もダンボール潰せますね。あと3つのダンボールを片付けるのがちょっと難しい。なんかね、1個はフライパンとか全部入ってるからさ、なんかニトリでさ、ちょっとなんかそういうの買わないと。てかさ、もう最近さ、なんか嫌なんだけどさ、なんか私迷惑メール、あ、なんかメールアドレスをさ4つぐらい持ってるんだけどさ、なんかまあいろんな用途に分けて
なんかさ、メールがさ何件ってたまるのさ、あのその主なんていうの、そのいつもメインの方なんか嫌だからさ、なんか全部来ないようにしてんの。なんかにしてんだけどさ、でさ、アナ ANA とかさ、なんか来るのは来るじゃん。だからなんか停止してんだけどさ、なんか停止してるのにもかかわらずさ、めっちゃ来んの最近。めっちゃやだそれ。大会したい本当に。なんかさ、普段はさ Yahoo のメールアドレス使ってるんだけどさ、なんか早く気づかないとなんかいけない、なんだろう、連絡とかはさ、なんかそのメインの方にさ送ったりとかさしてるんだけどさ、なんかあ、やめとけばよかったって思うよね。ヤフーはもうね、通知完璧に来ないようにしてるから。いいんだけど。寒い。じゃあそろそろ終わろうかな。そろそろ終わりまーす。ということで、ランディはランキングを見まーす。13位、洋次郎さん、ありがとうございます。そして12位がチョロさん、ありがとうございます。で11位がクロケンさん、ありがとうございます。で10位がオロロさん、ありがとうございます。で9位がイーデックさん、ありがとうございます。そして8位が MM レイスさん、ありがとうございます。そして7位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がルリルリさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がヨッシさん、ありがとうございます。そして4位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がトリオアジさん、ありがとうございます。そして2位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位が大輝くん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。風かな、花粉症ではない、マジで風説濃厚。ということで、皆さん今日も配信聞いてくれてありがとうございました。ぜひね、舞台の方皆様よろしくお願いします。ということで、この辺でさよならんりー、バイバーイ。